言葉漢字の「音と「くん」次の文を読んでみましょう「今日は朝早く起きてゆっくり朝食をとった」漢字の読み方には「音と「くん」があります 朝を例に見てみましょう。朝,朝食、早朝、朝、朝、朝顔、蝶のような音は聞いただけでは 意味のわかりにくいものが多く、朝のような訓には聞いてすぐに意味のわかるものがたくさんあります。どうして漢字にはオンと訓の二通りの読み方があるのでしょうか。漢字ははるか昔に。 中国で生まれました。一方、日本にはもともと文字がありませんでした。そこで、昔の日本人は中国の漢字を使って日本語を書き表せるようにしました。例えば、中国では山という漢字を山 といいううような発音でで読んでいました。そこで日本でもこの漢字を「さん」と読みましたこれがです。一方日本では周りの土地より高くなっているところのことを「山」と言っていましたそこでこの漢字を「 山とも読むようにしました。これが訓です。それで音と訓の読み方があるのです。三山一冒線の言葉では音と訓のどちらが使われているでしょうか。 150ページのこれまでに習った漢字を見ながら考えましょう。剣道沿いに有名な公園がある。日光が当たって氷が水になった。1分は60秒だ。 農家のおじさんに仕事の話を聞く。毎日野球の練習をする。郵便局までの近道を教える。二、次の漢字の音とくんをどちらも使って文を作りましょう。 レイ小学校で小さな猫を見た。